え、マジ？いやいや来ましたね、ワールドシャウラのコーナーではないんですけど、うわマジでと。島野も、ツイッターを、あ、X か、X を覗いておりましたらね、えいきなりポーンと一個ポストが飛びまして、島野新製品出ますっていう公式からのやつを見まして、島野もこの時期に行き始めたんですかと。去年そうやったかな。でその後また視聴者の方からね、来ましたよ島野と、ありがたいことにねコメントをいただきまして、あ、それは僕も見ましたということで、今ねもう楽しみに、ちょっともう我慢ならず外出先で見ていこうかなと思っております。パソコンはね常に持ち歩いてるんでね。じゃあまずは何が出たのか、これなんですよね、ベイト、そしてはい、アンタレス DC、MD とか DC とかあります。ここじゃないんですよ。スコーピオン DC、メタ DC、これも違います。はい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 。なるほどなるほどって、まだなんですね。てか、まだなん？あれ、まだなん？これは、ツイートないとわからんよね。おい、これです。ねえ。あれ、もうモデルチェンジと。早くない？ねえ、前出たのがね2021年だったか。なのでまあそうか、2025年のモデルとしてはまあまあ不思議ではないか。まあじゃあちょっと見ていきましょうか。スコーピオン MD300、 これどうなったんだろう。まあ個人的にはですね、変更点としてはまあ予想ですけど、おそらくスプールなんじゃないかなって、インフィニティカと、あとこのブレーキシューなんとかするんじゃないかなとは思ってます。であとワンチャンスプール系ちっちゃくなるかもって感じですね。じゃあ戻、あれ、よし、じゃあ見ますよ。はい、来ました、スコーピオン 300MD と。このボディ、はい、出たインフィニティカ、そうですよね、ですよね、そらそら不便だもん。だってなんでって、まあまあ、まあそらそうよなるよな。でボディとしてはこれはなんかで使われてたのかな、海外でもうすでにこういうモデルが展開されているのかどうかは分からんけども、まあちょっと200ライクな感じのボディにはなってるよね。コンパクトで、握りやすいという。ああちょっと値上がりしてるかこれ、2024年12月発売シマノもぶっこんできちゃった。301の XG と301の XG のロングハンドル、これは1月発売と。相変わらず右から先行するよって話ですね。さあこれどうなる、ブラックバスから青物、あ、これね、さらなる光合成ボディを手に入れた本気のウルトラストロング、どういうこと、ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオン MD がさらに強くなりましたよと。でしかも扱いやすくなったよって。え、マジ、切った、300サイズ初のコアソリッドボディ、うわ、え、これは完全に予想外。え、マジでこれ作ったんや、え、超気合入ってるやん。あ、そうかそうかそうか、いやごめんみんな、ごめん、申し訳ない、この蓋で気づくべきやったわ。あー、僕としたことがやらかしてしまったね、これ、この蓋で気づくべきだった、このここに目がいっちゃった、インフィニティに。違う違う、これコアソリッドボディの蓋やん、コアソリッドボディじゃないとこんな形状のね蓋つかないよね、こういう風にサイドプレートごと蓋になってるわけだから。マジ来た、従来以上にたわみを抑えた光合成ボディは巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらしますと。あ、ブレーキシステムには新構造 SVS インフィニティ MD チューン最初から出さんかいと。外部ダイヤルによる無段階調整はもちろん8個の、あ、これは変わらない、これね、これは変わらないね。空気抵抗の大きいジャイアントベイトや急な風向き変化への対応力も向上していますと。マイクロモジュールギアや X シップといった基本機能を踏襲し、ハイキャパシティ、ハイラインキャパシティね、
や高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。なるほど、これきた、うーわマジか、これやっちゃった、マジでやったんや島の、すげー。じゃあこのボディどうすんの、これ絶対海外展開してないでしょ、これ気合入ってない、これめちゃくちゃすごっ、マジかよまあ一応バンタムでさ、コアソリッドボディへのその考え方っていうのはね、島の中ではある程度まとまってるんだとは思うんですけど、これ新規でしょ。海の大物や世界の怪魚と真っ向勝負で、ゲームを優位に展開できる優れたボディ合成。やっぱりね、海外の、ね、兆候とか見てると、やっぱブッシュにねキャストしていくとか、ピンを狙っていくみたいな怪魚釣り多いですから、そういった場合やっぱスピニングをね使うっていうのもちょっとキャスト難しくなっちゃいますし、やっぱ小型で強いベイトでしょということですよね。力強い握り込みを可能にするロープロファイル型スコーピオン MD のアドバンテージをさらに高めるべく、シマノで300ボディでは初となる、うわー一体成型コアソリッドボディ、まあ、たわまないよね。安心感をさらに高め、アングラーが入力した巻き上げパワーを逃さずに伝達。これは嬉しいね、うわ驚きだわ。ジャイアントベイトにも対応する新機構 SVS インフィニティ MD チューンと。うわーすげー、テンション上がるね。この花びらみたいなパーツがパーッと並んでるのを見るとテンション上がるよ。はい、来ましたインフィニティですね。軽快な立ち上がりと伸びを実現し、外部ダイヤルによる無段階調整が可能な SVS インフィニティで、それの MD チューンね。だからやっぱブレーキ力ちょっと発音がおかしくなっちゃったけど、やっぱブレーキがしっかり効くんでしょうね。空気抵抗が大きいルアーでもスプール系と、あとそのラインスペック、まあ全体的なスプールの自重も含め、スプールの回転が暴走しないよっていう話、イコールトラブル少ないよと、でっかいルアーとかね、空気抵抗の大きいルアーでも。はい、でマイクロモジュールと X シップ入ってますと。いやーすごいなー。前のもう方にもさ、マイクロモジュールと X シップは入ってたよね確かね。X シップはドライブギアの代行経過をはじめ、ピニオンとドライブ両ギアの最適配置で、ピニオンギアによるベアリングの2点サポート。いや僕これのことやと思ってた。これが一時期強く言われてたからさ、代行経過とかも入ってたんやね。あーでもかっこよさは200の方があるかなやっぱりね。まあまあでもこれはしゃあない、ボディサイズもあるしね。まあでもそうだな、やっぱかっこよさは200かな。特にそのこっち側のさ、無塗装のこの樹脂部分っていうの、 ここもうちょいなんとかしならんかったかな。なぜこれ塗装もうちょい塗装してほしいわ。ちょっと安い感出るんよなこうなってると。 MD200 もっとかっこいいよ、ほら見てこれ。 MD200 の方が絶対かっこいいでしょこれ。ここの具合こうしてよ、なんかボーテーみたいな、ちょっとチープだよねここはね。いやすごいよ、もうめちゃくちゃ驚いてますけど、このページを見た時にあれってなるのはまあまあ僕的にはここかなと。はい、あースプールの K のテコ入れは入らなかったね。 43mm の大口径スプール、これね 43mm で25ポンド、 135m、 ここも一緒ですね。で最大巻き上げ量が103、これねハイラインキャパシティによりロングキャスト後も糸巻き径が残るため、巻き上げスピードを維持して着水直後からクイックな操作が可能。これいつも言ってることよね、ナロースプールにするとこういう弊害があるよっていう。ただそもそもでかいからこの300に関しては、でそれが軽減されるよと。幅は22なのかな。いやー驚いたね。で価格は 38,500 円と結構高いね。あー高くなった。あスプールスペックは一緒っすねこれね。で自重 325g、 いやこれは買わしていただきますよ、間違いなく。まあ何があろうと買うは買うんですけど、私釣り YouTuber 兼釣り道具 YouTuber でもありますから、がっつり買わしてもらうんですけども、いやそうきましたか。あーまさかの、いやこれサプライズくれたね、バーンっていう。僕はこれにします。300XG のロングハンドルですね。
で43ミリの22で、これどうする、何に使うかなんですよね。やっぱこのロングハンドルっていうのはソルト仕様においてはもう必須とも言えるハンドルですから、今やね僕バスよりソルトの比重の方が多いの でそのソルトをやってるとですね、で特にあの過酷なところに行くことが多いんで、かかってくる魚を早く取り込まないといけないとか、ゴリ巻きしないといけないみたいな、でも結構魚が引いたりとかね、でかいとかそういうことがあるので、ロングハンドルのこの3本指でグリップできて、巻きがねちょっと、まあ、トルクフルに早くグリグリ巻けるというのは非常に重要なことなので、僕はもう絶対にロングハンドル推しですね。逆にこれ繊細さを失うので、これやるとバスで例えばビッグベイト、リップ付きのビッグベイト投げてデッドスローにやってくるんだって、いやこっちじゃない方がおすすめですね、僕はね。ノーマルハンドルの方がこのラウンドノブはね結構本当にガサツになりますね。もうそれはね台話でよくわかってるんですよ。ハンドルの長さもそうで、あとこのノブもそうですね。パドル型のノブの方が絶対に繊細で感度いいですから、まあ、だから何を重視するかでこのハンドルは選んでもらったらいいんじゃないかなということで、まあ、僕はもうこのもうこのスペックですからこれでしょうということで、300の LH ロングハンドルいきましょう。でもシマノも12月に発売してくるとなると、まだあるのかなこれな。